ございます。ピコピコ通信の松岡由紀です。今日は裏技の日ですよね。すっごくお得な裏技ご紹介します。お楽しみに。今強い地震が起こりました。カメラマンが皆さん、1月17日午前5時46分、強い揺れが近畿地方を襲いました。この映像は今回の地震の大きさを象徴するものとして、世界各国のニュースでトップに取り上げられました。上に伸ばします。はい、今度は持ち上げてきて、それから震度5が彦根豊岡、また余震でありましょうか。地震を感じております。また地震を感じております。現在私がおりますのは NHK 大阪放送局の4階のスタジオです。それでは東京から地震情報をこの後引き続きお伝えすることにいたします。途中からになりますが、どうぞご覧ください。ご覧いただいておりますのは NHK 大阪放送局の地震直後の映像です。5時45分過ぎのことでした。床から突き上げるような感じがありまして、大きな揺れを感じました。今朝5時46分ごろ、近畿を中心に強い地震がありました。神戸で震度6、そして豊岡、京都、彦根で震度5、広い範囲で震度4を。オンエアが、放送が届きにくくなっております。情報が入り次第お伝えしてまいります。どうぞ皆さん落ち着いてください。地震発生直後から同時多発的な出火による広域火災にも見舞われました。もうほとんど焼け落ちた跡みたいな感じです。このビルも焼け落ちております。この3階建てのビル焼け落ちております。かなり北側が見渡せるようになってしまってます。山の稜線が見えております。なんちゅうことやこれ。妻が永田がむちゃくちゃなっとる。なんちゅうことやほんま。高田駅南、西口の南が、ライト模型のあたりに来ております。若松町4丁目のあたりに来てます。まだまさ、火の勢いは衰えておりません。メラメラと燃えております。かなり暑い状況になっております。これでは320棟でしょうか。いろんな音が鳴りながら、響いております。